ちゃんともチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。本日ご紹介するアイテムは、もう20年近く使っているポーターのボストンバッグになります。名前はタンカーという名前がついてたように思います。また詳細は概要欄に添付しておきます。このね、ポーターのボストンバッグのこの大きさに惹かれてね、購入しました。まあ僕やったらもうね、1泊2日ぐらいやったらちょうどこのボストンバッグで収まりますね。まあ冬はね、ちょっと小さいかなと思うんですけど、着るものがね、分厚くなるんで、まあ、夏とかやったらね、これで十分です。それでは中身の方ちょっとね、見ていきましょうかね。中がね、まあこういう感じになってますね。で、これがね、取り外せるんですよね。これね、確かね、劣化して、ここが破損とかしたりとかしたら別売りで購入できるはずなんですよね。まあ、こんなん買っても知れてると思いますわ。この辺とかね、もう20年近く使ってるとね、劣化もしますよね。まあ、あんまりここに物とかあんまり僕は入れたりしないんですけど、こっち側にもね、ひっくり返した方が分かりやすいですかね。ちょうどここに3つ小物入れがあるんですね、3つ。こんなひっくり返したことないですけど。見えますかね。1箇所、2箇所、3箇所。まあ、真ん中が一番サイズ的には大きいですかね。まあちょっとスマートフォンはちょっと入らないですかね。まあ、本当にティッシュとかね、キーケースとかね、まあ免許証入れとかぐらいの大きさは入りますね。これね。ちなみにこれはリバーシブルではございません。それからね、サイドね、ここにちょっと小さいポケットがついてますね。で、ショルダーですね。ショルダー。これは取り外しができます。ポーター使い勝手がいいんですよね、この大きさが。まあ肩からもかけれるしね、非常に便利なポーターのボストンバッグになります。まあもうそろそろね、コロナも収束していただいて、気持ちよくね、旅行に行きたいですね。本日はこの辺で動画終了させていただきます。いつもご視聴ありがとうございます。また、ご登録、コメント、高評価、グッドボタン、よろしくお願いいたします。失礼します。